ウィストも赤手です。さあ、てなわけで、イベント祈願の詳細などね、最新情報が数多く届きましたので、一緒に、まあ、見ていきましょうよ。まずは、イベント祈願の内容ですね。イエランと、星音ピックアップが、エンヒ・ノエル・バーバラですね。これはショックの方でも一緒なんですけど、なるほど。まあ、エンヒに関しては、まあ、イエランとのマッチアップ的な意味で、選ばれたのかなとは思いますね。ノエルはどうなんのかな。バーバラは翔くんとの相性的な問題で選ばれたと思うんですけど、まあぶっちゃけた話、やっぱりバーバラノエルはやっぱり初心者ガチャと、あとはね、誰でも冒険なく20になったら手に入るっていうこともあるので、まあ難しいところではあるんだけど、まあエンヒはね、もう本当に星4キャラの中でもトップクラスに強いし、もうトップも重ねたいっていうキャラクターだし、まあノエルもね、もちろんね、カントツマリは持っていきたいっていうキャラクターなんだけど、やっぱバーバラノエルはやっぱり初期のキャラってこともあるし、無料で一体手に入るってこともあるので、まあよっぽどガチャが偏っていて、まあトツが重なってない人以外に関しては、星4キャラピックアップ的には、行く価値ってっていうのはちょっと薄いかなとは思いますね。まあ、ただ、まあ、最近始めた人がね、もしこの動画でいるんだったら、それは引くのは結構ありかなとは思いますね。なんかちょっと難しいんだけど、まあ、やっぱり演技がね、普通にめちゃくちゃに優秀なので、でなおかつイエランも割と使いやすい方のキャラクターの部類っていうのかな、アタッカーとしてはサバタッカー的なポジションになるとは思うんだけど、なんでね、引くのは全然あれだと思うんだけど、まあ、古くからやってる人で、もうイエランとか翔くんがどうしても欲しいっていう人以外はおすすめしづらくて、ただまあね、最近始めて、まあ、アタッカーキャラクターが少ないようだったりとか、キャラのね、トツをね、全然重ねてないよっていう人に関しては、まあ、エンヒ・ノエルのトツ重ねに行くっていう狙いで、まあ、おまけでね、イエランとか翔くんポロって出てくれたら嬉しいよね、くらいのイメージで引くのは、まあ割とありな方かなとは思いますね。まあ手放しにおすすめできるってことではないかなと。そして、武器ガチャの方を見ていきましょう。星5ピックアップが新武器の、ジャックスイであってるかな、トーク白煙と。で、星4ピックアップに関しては千眼槍、祭礼の剣、清風体験、昇進、サイレンの指といった感じですね。これ新武器の性能についてね、詳しく見ていこうかなと思います。まずは星5武器のジャックスイはイエランのモチーフ武器ですね。攻撃力が542属で、会心ダメージが、88.2% です。おい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 と。急になんか化け物みたいな会心ダメージ来たぞっていう話なんだけど。そして、武器スキルに関しては HP パーセントが 16% 常時上がりまして、周囲に敵がいるときに装備キャラクターの余弾目が 20% 上がりますよと。この効果はキャラクターが待機状態でも発動するといった感じで、まあ、既視感あるなとね、思った方もいると思うんだけど、あの、バンガンと同じで常時発動する系のスキルですね。で、まあね、ツイッターの反応とか見た感じ、もうぶっ壊れじゃんみたいな人も多いとは思うんだけど、まあ、個人的になんだけど、この武器そんな手放しに強いって言える武器ではないかなと、思っていまして、まず基礎攻撃力が542属なんですよね。これに関しては、星5弓の中でも一番最低値の基礎攻撃記録になっているのと、あとは武器効果かな、 HP が上がるっていう恩恵が、まあ、そこまで得れるキャラクターってのがもう少ないんですよね。もうイエランくらいだし、まあ、ヨラメが 20% 上がるっていうのはいいんだけど、まあ、回心ダメージめちゃめちゃ上がるんだけど、まあ、この武器装備したいキャラクターで言うと、まあ、攻撃力をしっかり漏れていて、ダメバフもある程度確保できている。で、なおかつ、会心率と会心ダメージがちょっと盛りにくいなっていうキャラクターに装備させてあげたいなって思うわけなんですよね。ってなってくると、まあ、個人的に宵宮あたりかな、装備するんだったら、カーンはさすがにアモスの方がいいとは思うし、タルタリアは、ダメバフと攻撃力がちょっと若干足りないところがあるかなとは、個人的には思ったので、って言ったところかな。他のキャラクターも、まあ、この武器をわざわざ装備させるほど、まあ、火力が欲しいっていうキャラもそんなにないし、なんで、まあ、宵宮、まあ、もちろんね、イエランもそうなんだけど、既存のキャラクターで言うと、宵宮くらいのイメージになるかな、と個人的には思いましたね。宵宮だったら、やっぱり、締め縄4セットとかでね、攻撃力埋もれたりもするし、まあ、ダメバフもね、自分自身である程度確保もできるので、まあ、宵宮、
イエランあたりになってくるのかなと、一気に無料配布のね武器の方を見ていこうかなと思います。基礎攻撃力が565足、元素チャージ効率が 30.6% 上がりますよと。で、武器効果に関しては3種類の強化状態が武器にはありまして、この武器にはねそれぞれ余ダメージが 6%、10%、14% 上がりますよと。で、これに関しては攻撃が敵に命中すると強化効果が次のものに切り替わりまして、この切り替わりは7秒に1回のみ発動することができると。で、この状態に関しては装備キャラクターが待機状態でも発動することができるといった感じ。まあこの武器はね、注目してもらいたい点としては、まずはこのダメバフの切り替わりが上限値に達したらそこでストップするのか、はたまた 14% の次7秒後にもう一回攻撃を当てると 6% のものに落ちるのかっていう話だね。まあ、これによってだいぶ性能が異なってくるんですけど、まあ、そこをね一旦まあ切り替わり式、常に切り替わる式で考えた時に思うのは、まあ、駆除皿と相性めちゃくちゃいいですよね。まあ、幻聴を上げることもめちゃめちゃ優秀だし、一応ね、よだめ上げることもね、駆除皿もね、元素爆発とかで全然火力出していけるキャラクターにはなっているので、まあ、駆除皿に持たせる分には、まあ、全然ありなのかなとは思いましたね。まあ、あとはフィッシュルかな、控えにいても常時ね、攻撃を当てることができるので、まあ、現茶もね、あっても損全然ないので、まあ、フィッシュルと駆除皿は相性がいいかなとは思いますね。他のキャラで言うと、まあ、ゴローとかはちょっとさすがに他の武器の方がいいかなって、個人的には思ってますね。他のキャラクターも控えにいて常に攻撃を当てることができるっていうキャラクター、タルタリアとかの弾流効果が多分おそらく効果かかってくるとは思うんだけど、タルタリアをこの武器に持たせて使うっていうのもちょっとどうなのかなっていった部分もあるので、駆除皿、フィッシュル、あとはもちろんね、新キャラのねイエラに関しても、まあ、もちろんね、新キャラのイエランに関しても、元素爆発でね、水元素のね、追撃を行うことができるので、全然いいとは思うんだけど、まあ、その3キャラあたりが個人的には相性いいんじゃないかなって思ってますね。次に星の武器ざっと見ていくんだけど、千眼槍は、まあ、普通に優秀ですね。攻撃力と回心率上げることもできまして、パーティーをね、理由上編成にしないといけないんだけど、フータオとかの選択肢も全然上がってくるので、貫突していれば。普通にめちゃくちゃ優秀なんで、もう全然引くべき武器かなとは思いますね。限定武器なんでね、工場のガチャの方で出ないので、まあ、サイレの弓はもう言わずもがらでしょう。普通にめちゃくちゃ使えます。はい、サイレの剣、貫突2本あっても全然困りませんよと。サイレの体験、まあ、超運くんの元素スキルを維持するのに使いましょう。お前はもう船降りとけ。なわけで今回は新武器の詳細やね、ガチ詳細見ていきました。まあ、紹介した星4武器に関してはこのイベントで手に入るので必ず進めておきましょう。他のイベントも随時来るみたいですね。伝説任務とか。まあ、助力パックもあるので足りない人は買っておきましょうよと。はい、といった感じですかね。はい、まあ、こんな感じで原神のね、まあ、こんな感じで原神のね、最新情報を毎日一度届けて、こんな感じで原神の最新情報をね、毎日最速で届けていますので、最後に高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画で。それでは。